はい、やがちゃっちゃというわけでございましてですね、ぬるぬるっとプレイしておりますポポロクロス物語もなんだかんだでパート20ですか。なんかすみませんね、私すごい楽しんでる感じでぬるぬるっとプレイし続けてていやね、なんかね、懐かしさが勝つねポポロクロス物語は。さてさてもう目覚めたか。ちと早いようだが、まあいいか。約束通り永遠の番人に会わせてやろう。わしの後についてこいよ。ジャンボ、留守番を頼んだぞ。お師匠様。前から思ってるけど、かぶってる帽子のデザインがすごい奇抜だよね。よいしょ。さーてさーて、ついてこい。おお、そっちか。さあ行くぞ。え、さあ行くぞというか一人で。仙人様。情けない声を出すな。これで登ってくるのじゃ。また高いところに行くでござるな。さあ行きましょう、ピエトロ王子。みんなすげえ上見せたけど、あー確かにこれは白騎士答えるね。でも白騎士すごい一生懸命登ってる。お、なんか真ん中に置いてあるけど、ガミガミ解雇。あー、おー、やっと来たか。まあそこら辺に立って見物しとるがいい。この剣の山は中は空っぽ、空洞になっとるのじゃ。でもってな、その中に永遠の番人の館があるんじゃ。今そこへの入り口を開くから、ちーと待っとれよ。開きたまえ、光と音と命なき世界の扉よ。我が前に道を示せ。開きたまえ。おお、光が出て、なんか光柱みたいのが。今の音何？一丁上がりだ。これで永遠の番人の館に行けるぞ。なんだか随分と簡単でござるな。なんでもないでござる。まあよいわ。万人に会い、お前たちの力を示すのだ。力を示す？そりゃそうじゃ。闇の本なしに闇の世界に行くんじゃから、それなりの試練はある。まあそんなに心配すな。夢と希望さえ持っとれば、乗り越えられん壁などありません。へっへっ、ちっとかっこよすぎたかな。さ、飛び込むのじゃ。待て、闇の世界に行く資格は我ら子にこそある。その扉は我らが使わせてもらう。またお前さんたちか。はあ、わしは言ったはずじゃぞ。何度来ても同じだと。それはどうかな。我ら四天王の名にかけてこれ以上の不覚は取らぬ。覚悟するがいい。おやおや、おおお、ピエトロたちをうまく使って。いいざまだな、ジジイ。口で何と言おうが、その封印を解くには多大な魔力を消耗したのだろう。ふん、我らに逆らった愚かしさ、とくとくいるがいい。あらあらあら、行っちゃった行っちゃった。ジジイめ、まだ生きていたのか。始末してやる。ピエトロよ、すまんが、わしはもう動けん。お前たちだけでなんとか
戦ってくれ。やつらを闇の世界に生かしてはならん。やつには魔法では勝ち目がない。肉弾戦で勝負をかけるのじゃ。愚かな者たちめ、我らは大いなる目的のため闇の世界の扉を叩く。お前ら虫けらはその邪魔はさせぬぞ。さあ、というわけで、まさかのいきなりの戦闘というわけでね、これはあれだっけ、カウパ戦かな、というわけでございまして、まあまあ戦っていきましょう。まあ先ほどね、アドバイスがあった通りね、肉弾戦を仕掛けていきましょうということで、カウパ戦自体は一回回している状況なので、あ、間違えた、嘘だろ、一回雨打っとくか。で、よいしょ、おーっと、ガードが刺さるね。おー、全然ガードが。まあ、とりあえず、そうしたらしょうがないから、ウィンドブレイズで、一人一人に、バフかけていきながら、で、どうせメガフレームでしょ。だから、ちょっと、一部のやつが怖えぐらいで、だ元気の飴を打っといて、で一回ガミガミキャノンかな。ガミガミキャノン、いくぜ。よいしょ、やっと初めてまともにダメージが入ったね。さてさて、こうなってくると必殺技か。あ、やっべ、白ガミガミが落ちるっぽい。おー、ぶねー。そしたら一回ヒールレイン打って、必殺技でガンガンやった方がいいね。で、だからそうなると、ジャンプ切りか。ジャンプ切り、ジャンプ切り打って、ガミガミキャノン打って、あ、ミサイル打って、ガミガミミサイルで、ミサイルぶっぱした上で、ピエトロも必殺技だと、うん、風の刃か。風の刃で、カウパーはそこからメガファイヤーか。ガミガミ単体狙い、ガミガミ単体狙いだったら、ウィンドブレイズを先にピエトロのターンで回復させればいいから、で、ガミガミミサイル撃って、ガミガミミサイルで、ガミガミミサイルを打ち込んで、相変わらずのジャンプ切り、ジャンプ切りで、ヒールウォーターをガミガミに打つと。これの繰り返しって感じかな。でもまあまあ、火力が上がってるおかげもあってか、そこまで苦戦するっていう感じではなさげなので、多分これずっと繰り返す感じになると思うんですよね。なんで、特に大きなことがなかったら、もうカウパ倒しちゃいましょうか。さあ、というわけでございまして、少々お待ちください。倒してきます。ジャンプ切り、信じられん、お前たちのような虫けらにこの私が敗北するなど、信じられん。お、ついに落とした、してんの。さあ、というわけでございましてね、これはさすがにね、経験値が多かったのか、みんなレベルが上がりましたが、でんでんでんでて、お師匠様、おー、ジャンボか。大丈夫ですか、お師匠様。わしは大丈夫じゃ。これジャンボで、深いなりなんかしてベソなんか書くんじゃない。ピエトロよ、ピエトロたちよ、こっちに来い。ピエトロよ、今の戦いなかなかのもんじゃったぞ。大丈夫ですか、仙人様。へへ、いたたたた、わしのことは気にするな。
それよりだ、やつらの魔法のおかげでわしは動けんようになってしまったわい。お師匠様。だから泣くなと言っとるだろう。ピエトロよ、すまぬ。お前たちだけで行ってくれ。わしがいないとなると永遠の番人もお前たちのことを簡単には信用してくれんだろう。試練は少々厳しいものになるかもしれん。今のダジャレじゃないぞ。とにかくお前たちだけで試練を超えて闇の世界に急ぐのだ。わしはアン、これあのなんかなんたらアンとか、わしはここに残ってお前たちの活躍を見守っているぞ。ジャンボ頼んだぞ。私には無理です。ロバニーの館にご案内するなんて、そんなことは。そんなことは誰も頼んでおらん。わしを下までつる、ふもとまで連れていくのじゃ。お塩様、このままじゃここは降りられませんよ。ああ、全く手間のかかる男じゃな。ちょいと待っとれ。魔力はあるのね。それじゃあの、ちと無責任に聞こえるかもしれんが、頑張るのじゃぞ。ああ、というわけで、ピエトロ殿、飛び込んでみるでござるか。うん。よし、そうと決まれば善は急げだ。さあ、行くぜ。よいしょ。さあ、というわけでございまして。あら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 、大丈夫か、みんな。落ちた先がどこに繋がっているのか。待って、すごいガミガミの顔、やばい。ナルシアだけ。はあ、またでござるよ。戦車たち落っこちてばかりでござるな。どこかしら、ここ。真っ暗だな。ここは永遠の庭。私、永遠の番人の住む世界。なんでござると。それではその他は永遠の番人。そうです、私が永遠の番人です。そうか。だったら話が早い。俺たちは闇の世界に行きたいんだ。なんとかしてくれよな。わかりました。闇の本を出してください。それさえ見せてくれたなら、闇の世界に続く扉、すぐにでも開きましょう。いや、闇の本。そいつは。出せないでしょうね。先ほど、三人の魔法使いが闇の本を私に見せ、闇の世界に行ったばかりですから。お帰りなさい。あなたたちには資格がありません。お願いします、バニーさん。僕たちどうしても闇の世界に行きたいんです。お願い、お願いだから。困りましたね。わかりました。闇の本がないのなら試練を与えることになります。なんだこりゃ。ここは私の館、永遠の番人の館。闇の世界に続く扉はこの館の中にあります。扉を見つけられたならあなたたちを通してあげましょう。辛い試練になるかもしれませんが、他に方法がありません。用意ができたなら館の中にお入りなさい。それではごきげんよう。行きましょう、ピエトロ王子。みんなで力を合わせれば扉はきっと見つかるはずよ。さあ、というわけで永遠の番人の館編でございますね。ね、下を見るとわかりますけど、なんかここはとっても不思議な空間のようですね。さあ、なんか滑り台があったりとかするようでございますが、ここからしか入れないので中に入っていきましょう。永遠の番人の館。おやおや、あら、いらっしゃいませ。ここは永遠の番人の館。地上のどこにもない不思議な遊び場よ。あ、遊び場？そうよ。ここで楽しく遊んで時間を忘れるといいわ。だけど、扉を見つけることまで忘れちゃダメよ。闇の世界に行きたいのなら。
ね。あら、私言ったらおしゃべりね。それじゃあ気をつけてね。あなたたちが扉を見つけられること、私も祈ってるわ。消えちゃいましたね。なんか不思議な感じ。で、こっちかな？ちげえな。ね、ずいぶんなんか、ファンシーな世界観でございますが、どっちだったかな？違う。どっちかがセーブポイントにつながっているはずなんですよね、と。あ、戦闘か。戦闘が起きちゃうか。ここではどんな敵キャラが出てくるのか見ていきましょう。さあ、おもちゃの兵隊のような感じの世界観でございますね。なんか、ブリキのみたいなさ。だから、なんか全体的にここは可愛らしい世界観になってると思っていただければいいのかなと思います。さあ、しかしながら撃ってくる技自体は別に可愛いわけではございません。一撃必殺技とかをガンガン撃ってくるような敵たちですね。やめてね。よいしょ。嘘だろ？なんでナルシア単体技、ああ違う、全体技か。オッケーオッケーオッケー。さあ、というわけで経験値とかもバカでかい状態でございますね。これはおそらくここでレベリングタイムが待ってるんでしょうね。さあ、さらにミミック。さあ、というわけでやっていきましょう。ここら辺はね、まだ回復するところら辺まではお見せしてもいいのかなと思うのですが、まあまあそうですね、この先進むレベル足りてる気もしなくもねえんだよな。いけるっちゃいける気がするから、ちょっとこのまま進んでみましょうかね。無理だと思ったらレベリング開始しちゃいます。さ、というわけで聖なる水もゲットしつつと、で扉を開くと、よいしょ、おやおや。さ、全員が全回復というわけでございまして、セーブポイントも無事ですね見つけておくことができましたので、ここからさらにガンガン進んでいきたいと思います。さあ、というわけでね、セーブデータ自体もね、ずいぶんなんか懐かしい状態になってきましたね。なんか、なんだかんだ言いながら結構進んできた感があるところなんでございますけども。さあ、というわけでございまして、ここからはですね、仕掛けのところ以外は、相変わらずでございますけども、戦闘をスキップしながら物語を中心に楽しんでいただきたいなとは思っているところでございます。ただまあ、おそらくレベル的なところで言うと、敵の戦闘避けられないとは思うので、まあ、テンポ自体は悪くなるかもしれないですけども。さあ、というわけでミニチュアがあるちっちゃな変なお部屋ですね。よいしょ。薬瓶がある。飲んでみますか？飲んでみましょうか。飲んで。キョロキョロして。どうしたの？あら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 。ちっちゃくなっちゃいましたね。でもちっちゃくなった代わりにちっちゃいながらのマップの攻略の仕方があるみたいですね。そうですね、正面の階段大きかったら登れもしたでしょうけど、この体格になっちゃうと登れなくなっちゃいますね。というわけでございまして、ここら辺もですね進めていきましょう。もう経験値がバカ高いですね。さーて、癒しの葉はもうちょっと買い込んどいてもよかったかな。まあ、ナルシアがね、不審な動きしてますけども。というわけでね、ちっちゃくなってると左側のはしごからしか登れない状況になってるわけでございますが、ちょっとはしご側に到達するのが大変かもしれませんけども、戦闘やっていきましょう。さてさて、はしごを登りまして、でもこれでようやくこのミニチュアのお家に入れそうですね。ぐるーっと回って、牛がいますよ。そっか、ミニチュアだから調べらんねえ。あー、ミニチュアを調べてたらこんなことになるなんて思ってもなかったぜ。しかも敵多くねえか、逃げられねえよな、そりゃ。頑張れ。敵が強えのなんのって。よいしょと。でお家の中に入りましょう。ん、人形がキャッキャキャッキャ。なんだね、キャッキャキャッキャしてる。お、うちのパパとママはラブラブなのさ。いやだ、パパったらうふふ。ママは今日も綺麗だね。なんか幸せそうな家だな。さあ、小さな鍵をゲットしました。で、よいしょ。この小さな鍵をゲットしたら、とりあえずここのミニチュアハウスには用がないので、またぐるーっと滑れんのかな。出れた。あー、戦闘だ。よいしょ。で、左下のここの扉に小さな鍵を使うことで扉が開きますと。で、次のところはですね、床が見えないんですよね。てか急に巨大化した。よいしょ。若者たちに次ぐ考えるな、まずは歩み出せ、さすれば道は開かれん。こういうことですね。
なんか適当に歩行器をぐじゃぐじゃやりながら行けるところを探すというですね、非常に闇雲なマップでございますね。え、嘘、ここしかないの今の。なくね。嘘だろ、俺ここ行ける気しねえわ、マジか。あの宝箱が取れねえよ。あそこに宝箱があるってことは、俺こういう仕掛け大の苦手なんですけど、なんか歩き終わったところまでスキップでいいですかね。多分皆さんすごいつまらない映像を見続けることになるので、じゃあなんか渡れたよっていうところをちょっと抜粋していく感じでいきましょうか。なんか道あった。歯車を手に入れて、多分これ途中に、ああ捕まった、これ。ああ待って、変な位置に移動しないでほしい、ピエトトラたち。分かったことがあって、とにもかくにもあれなんだよね。全員で詰まるところで戦闘を繰り返して、で戦闘を繰り返したことによって、あ、ここに道があるんだみたいのを開拓しないことには話が進まないことが分かってきたので、まあちょっとその方法でなんとかちょっとここ渡り切りたいと思います。なんか行けたわ。お、あら、ずいぶん疲れた顔してるのね。私が直してあげましょうか。ありがとう。さてさて、それから冒険の記録はどう？記録してあげましょうか。ありがとう。さあ、というわけでございまして、今回ちょっとまあ永遠のバニーの館に来たところで、ちょうどお時間がいいところじゃないかなというふうに思いますので、また次回動画にてこの続きの物語、引き続き一緒にプレイしていければなというふうに思っております。というわけでございまして、ここまでのお相手、私ヤガミンことヤガミハヤテがお送りしました。また次回動画にてお会いしましょう。というわけで See you next time, stay tuned! バイバイ。